今なんだろう。じゃあギャース、これ勝てねえわ。4人だけなっとれば何とかなる。値段やばくないですか、吉田さん。値段やばくないですか。いや、多分、レオニンが値上がりしちゃったから、リトミア系のパートが多分、抜けなきゃないかもしれないです。レオニンって今、いくらだったんですか。1、2とか、1、3とか。そんなだったんですか。乗り貸し高いっすね。バイオルの方が高い。バイオルの方が高い。パンチ、パンチ。そう考えるとグランプリ千葉で優勝した、千葉で優勝した白黒エンドラージの方が安上がりになりそうです。バイヤル分安いし、あれ入ってないんだ。あれ入ってない。ミニパーツも安いんだよね、タクスンからですからね。本当に悪臭の方やばい、2000円オーバーで。あ、そうなんですか。あとエンドラージでフルーやん。へぇ、たぶん大都市の遺産とか持ってるだろうから、そこは10倍するにしますね。あれ安いのにすごい強いんですよ。強い強い。グラスピではないんだ。消えるじゃん。1万1000で番だ。はい。ずっとセカンド見てる。はい。じゃあ1万4000で。はい。じゃあ持っていいですかね。はい。じゃあ3です。グレさん抱えまくってるな。振りしようぜ。パスがね、4枚で。パス4枚で、1枚パスしてんだけどね。いやー、瞬殺。